皆さんこんにちは Zoom の登録の方法の2021年バージョンですこちらが zoom.us Zoom のウェブサイトですね初めて登録するときは右上のサインアップは無料ですをクリックしますこちらにサインインというのもあるんですけれどもサインインはすでにアカウントを持っている人がログインすることです初めてアカウントを登録する場合はサインアップは無料ですをクリックしてください すると誕生日を入力する画面に行きますので、こちらで入力をしていきます。このデータは保存されませんと書いてありますね。続けるです。そして自分のメールアドレスを入力します。入力できたらサインアップです。するとメールを送信しましたとありますので、自分のメールボックスをチェックしましょう。メールボックスに Zoom アカウントをアクティベートしてくださいというメールが届いているはずです。 そししたらアアカウントををクククティベートをクリックしますもしこのアクティベートをクリックしても何も起こらないときはこちらのアドレスをブラウザに貼ってみてくださいアクティベートボタンを押したら「ズームへようこそ」という画面に到着しますここで自分の名前などを入れていきますパスワードは今自分で設定するパスワードですね新しく決めてください パスワードを決めるときに、こういったルールがありますので、こちらもしっかり読んで決めていきましょう。次に、初等または中等教育機関の代理としてサインになさってますかとありますので、こちらはいいえですね。えー、皆さん、大学生の場合、いいえになります。こちらのプライバシー方針、サービス規約もしっかり確認しておきましょう。確認できたら続けるです。 仲間を増やしましょうとありますが、こちらはひとまずはスキップして大丈夫ですので、手順をスキップしますといきます。テストミーティングを開始。これでもう登録できてるんですね。Zoom、えー、ミーティングを今すぐ開始というのを押すと、ミーティングが始まっていきます。もしアプリをすでにダウンロードしている場合は、アプリを開きます。はい、これで Zoom が使えるようになりました。ダウンロードができていない場合はどうするかというと、 Zoom のウェブサイトの右上にリソースというものがあります。このリソースを押すと、Zoom をダウンロードというものがありますので、こちらをクリックしてください。そして、ミーティング用ズームクライアントをダウンロードをクリックです。これで準備はバッチリです。